社トーマス。アーサーと魚というお話。アーサーはソドー島で働くのが大好きだ。でもこの鉄道ではまだ新入りで知らないことがいっぱいある。ある朝、彼は漁村を見つけた。水面は太陽にきらめき、カモメが鳴きながら港を横切っていく。ここはアーサーのお気に入りの場所となった。夕方、トップハムハット橋が機関庫にやってきた。あの漁村に新しい路線を敷くことになった。どの機関車に走ってもらうか決めなくてはならん。トップハムハット橋は思わせぶりに間を置いた。トーマスとパーシーはそっぽを向いていた。アーサーは自分が選ばれることを願った。トーマス、新しい路線で働くのはお前だ。わかりました。でもトーマスは魚の匂いが大嫌いだった。アーサーはがっかりした。トップハムハット卿は彼に製鉄所まで石炭を運ぶ仕事を与えた。夕方、アーサーが帰ってくるとトーマスが洗車場にいた。なんか魚臭いね。そうさ、魚は臭いし線路も臭い。アーサーは製鉄所よりも漁村に行きたかった。トーマスよりずっと楽しく仕事ができるのに。翌朝になってもトーマスの不機嫌は治らない。漁師たちがたくさんの魚を水揚げしていた。急いでよ、僕は忙しいんだから。うるせえ機関車だな。取れたての新鮮な潮の匂いを楽しめってことよ。パワー。トーマスは線路に沿って全速力で走った。しかし前方にトラブルが待ち受けていた。ポイントが壊れていて、貨車は一方の線路へ。トーマスは古い桟橋の線路に入ってしまった。貨車は大喜びだ。トーマスが海に落っこちたぞ。幸いトーマスに怪我はなかった。魚の貨車は線路にとどまっていた。トップハムハット卿はその知らせを聞いて運行表を調べた。アーサーが一番近くにいる。すぐに行かせよう。その日は暑かった。魚を冷やしている氷が溶け始めている。早く助けが来るといいけど、あの魚あっという間に腐っちゃうよ。アーサーはトーマスが潮玉に落ちているのを見てびっくりした。トーマス大丈夫？大丈夫じゃないよ。でもその魚をどけてくれたらずっと気分が良くなるけど。もうすぐレッカー車が来てくれるから。アーサーは急がなければならなかった。彼は港に向けて全速力で走り、そして時間通りに到着した。しばらくしてアーサーは整備工場にいるトーマスに会いに来た。こちらこそ、僕は漁村の路線を一日中走りたいくらいなんだ。じゃあトップハムハット卿に言えよ。僕は漁村が嫌いなんだ。その夜、トップハムハット卿が機関庫にやってきた。トーマスを修理してる間、漁村を走る機関車が必要だ。誰か志願する者はいるかね。僕がやります。お願いです。ずっとあの路線を走らせてくれませんか。トーマスは魚が嫌いですが、僕は好きです。そういうことならあの路線はお前に任せよう。アーサーは大喜びだ。翌朝、アーサーは漁村にやってきた。時間ぴったりだ。この辺りは魚の匂いが立ち込めている。アーサーはここがソドー島で一番美しい路線だと信じている。この話の出演は
トーマスとアーサーでした。